どうもピチピチのテクタンと申します。ドラゴンクエスト11実況プレイパート111始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、ここら辺は一緒です一緒です。この塔を目指すと言われたんで、まあ、世界中をね、まあ、旅したんで、全体的に旅したんで、まあ、この下だけ行ってないって。あ、でもここあれか、神の石のとこか。ついにね、行こうかなと思います、その塔に。ここで読んでも来てくれるんかな。天空のフルートで、じゃあケトスを呼びたいと思います。天空のフルートでケトスを呼びたいと思います。天空のフルートは天空あったよし、あ、ここでも来てくれるね、ありがたい。さあ、今までね、平和になった世界をのんびり回っていましたが、まあ、行こうかなと思います。今どこおるん、あそこか。まあ、とりあえずずーっと真上っていう感じね。いやー、それにしてもベロニカちゃんほんまにこれ蘇るんかな。なんというか、あ、これ命の体重か。あ、降りれる？あ、無理？降りるん無理なんや。あ、そうなんや。なんかケトスがちょっとかわいそう、ごめんね。で、ないとき、こんなに落ちおる？あ、ここがその塔ってことか。あ、そういうことね。あ、この神殿っていうか何、祠か。この祠は何？ちょっと祠入ってみよう。これは何なんやろ。これはこれでなんかオーブ、あれ、掲げるとこなんかの女神の秘密。ヴィーナスの涙のレシピ。なんかちょっと作ってみようかな。ちょっとなんか、ね。今はヨッチがいっぱいおったけど、それをちょっと、見てみるふりをして。せっかくなんでね、まあ一個ぐらいなんか作ってみようかなと思います。あ、なんかすごいのがある。めっちゃ攻撃上がるみたいなやつとかなんかないかな。あ、これいいやん。デーモンスピア槍か。まあちょっと作ってみようかな、セーニャちゃんに。デーモンスピア、左だけね。とりあえず特技で、火力上げをまずはしておいて、で特技で、おそらくそうやね。上下打ちしか特に使えそうなやつはないかな。8か。あ、ミスった。あ、戻っちゃった。もうこれ3倍打ちとかしとった方が良さそうじゃない。ほら、3倍打ちお開始。3倍打ちをここ、あ、戻っちゃった。で、あと10回、11体が打てるから普通に叩くで、いいと思う。あ、上戻っちゃったな。これどうしよう。手加減打ちしたら、手加減打ちでも越してまうかな。あ、ええんちゃう。これでなかなかいい代物ね。 OK。あ、プラス2か。結構、ええ出来やと思ったんやけどな。はい。じゃあ、まあ、今日の家事はこれでいいでしょう。1日1個ぐらいずつしかね、作っていかない感じね。何作ったっけ？デーモンスピア、これか。めっちゃ上がるね。はい。で、これは何？ケトス、あ、これケトス呼び出すとこ？読んだらどうなるの？単純に空飛べるだけ？それだけ？あ、それだけ？そういうとこなんや。オーブ置くとこじゃないんや。あ、材料がある。七色の前、敵自体は出てこへんのか。よっち話しかけるか。ここがなんかこぞって合言葉持ってるとかやったら面白いけど。返事がない。目線の先にそびえる巨大な塔を見つめているようだ。ようだっていうか見つめてるんじゃない。こいつら喋ってくれへんの。わぁ、はよ入れって思っとんかな。お前らはよ入れって。絶対そう思っとるわ。はいはい、入りますよ。ん？え、これダンジョン。いや、音楽が変わらへんからさ。あ、鍵穴はどこにも見つからない。あ、なるほどね。ここで神秘の歯車をはめると。したら、開くん？
ぐるんと回る感じなんかな。わあすごい、カラクリやん。カラクリゼンマイとか使ってると、ゼンマイじゃないな、歯車か、使ってるとカラクリっぽいよね。おお、道が開かれたぞい、ここが失われた時の化身が集うという忘却の塔じゃったか。なんかさ、失われた時の化身が集うって、なんかこう意識的なもんが集ってると思ってたらさ、ヨッチが結構普通になんか集ってる感じやったね。早速先に進もうかの、行くぞい分担。あ、こっからなんか、あ、これ黒幕知らんけど、これなんか悪そうなやつ。これなんかウッドステッキかなんかわかんないけど、そういう楽器の音、右と左だけ叩くやつね。カンコンカンコンって、忘れられたと。うわー、なんかすごい神秘的、幻想的、怖いとかいうよりも、なんかどっちかっていうとなんかアトラクション風なのを感じてしまう。どっかテーマパークとかの。これ何？あ、そういう感じね。まあ、一本道やとありがたい。動く、そういう動き方する？任せとけばいいかな。あ、ないやん、乗り物。あ、勝手に来てくれる。あ、どうも。至れり尽くせり。あ、もう階段あるやん。これは？この上のは？そこの左下のが来る？なんや、別にどっちから来てもよかったんかい。乗りたくないです。乗りたくないです。あ、乗りたくないんです。すごいね、ゼンマイが、後ろとか背景とかにね、すごい書かれてたりしてて。高さ的にも結構ある塔なんかな。とりあえずこれで2階に上がり。あ、宝箱2つもある。欲しい。上から行こう。これ宝の方行けそうじゃない？ちゃうやん。しっかり宝箱のとこ案内してくださいよ。こっちの方が宝いけそうじゃない？この下にあるやつ。こっちからちょっと先行ってみよう。宝回収はしっかりしないとね。上、あれ？どこ行くの？あ、正規ルート的な？あー、じゃあちょっと後で。もうあっち行ったりこっち行ったり、ごめんなさい。宝が欲しいんです。宝はね、やっぱり取らなきゃね。よし。これの、この道が宝に行く感じかな？すごい遠回りな感じやな。ここから登ってきたんか。下に行く階段があるって思ったけど、ここから来たんか。さあ、神出番やで。インパース。青い光、オッケー。あ、間違えた間違えた。進化の秘石。これ、そうや、メンバー変えようかな。青い光、オッケー。レシピブック、英雄戦記、上巻。流星の剣、わー、強そう、ミリオンダガー。コメットエッジ。ミリオンダガー、え、輝きの枝、枝？ちょっと待って、覚えられへん。ミリオンダガー作りたい。なんかわからんけど、ミリオンダガー作りたい。ってことで作ろうかなと思います。あったあったあった。ミリオンダガー。新しいアイテムの、どこら辺にあるかな？ミリオンダガー作れるかな？あ、作れる。買えない素材があります。サウザントダガーっていうやつがいるんや。サウザントダガーって作れるんかな？ダガーって、探検よね。おそらく、探検よね。あ、サウザントダガー作れへんやん。じゃあ何作ろうかな？斧でも作ろうかな？こういうギガント、これグレイグ将軍めっちゃ上がるからね。これでも作るか。そうなんや。グレイグ将軍のグレートアックスを使って、だいたい武器をこう使っていくっていう感じなんやな。まあいいよ。作ります、作ります。わあ。わあ、そんな形ないな。ならとりあえず火力を上げて、これは4連打ちしても大丈夫そうやな。4連打ち、いまいち。もっと4連打ち、もう1回ぐらいいいかな。あ、下がる。はい、必殺チャージ。必殺、あ、必殺ここにあったわ。次の人押しが必ず回心になる。これで4連打ちしたら全部回心になったりするかな。すごっ、すごい。でこれで3倍打ちでこことかを打つ。なんで？叩き立てて下がるのやめて。よし。
ここ。おお、いいんちゃう？で、あと、ここ。お、いいやん、いいやん、いいやん。詳しく見るで。とてもいい。これは、あれじゃない。プラス3になるんじゃん。キラン・ユータ。あれ？え、できただけですごいんかな？プラス3とかそういう概念がないんかな？知らんけど。よしよし、装備もしてくれたし、これで、オッケー！満足！満足した。これで多分グレイグ将軍強いと思うし、今日は、セーニャちゃんにも、新しいね、装備を作ってあげたということなんで、メンバーは、じゃグレイグ将軍筆頭に、マルティナちゃんで、シルビアちゃんめっちゃ入れたがる感じね。はい、これでいこうかなと思います。いいやん。よし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 。なんかすごい強いボスとかおるんかな。あ、そうそうそう、ニズゼルファーがおるんや。知らんけど。ニズゼルファーが結局ボスっていうか、なんかやばいやつなんか、なんかもうよう分かれんし、勇者の星そういえば壊しに来た。あの人どうしたっけあ、音楽変わった。トコシエの神殿。これは神殿 BGM よね。よく書く。気持ち悪いなんか変なおった。変なおった。懐かしの BGM にちょっとね。あ、懐かしいって感じで。これ3でよくかかってる。ここらの音楽じゃないっけ ?3 やっけ。え、どうしたん。私は時の番人。時の行く末を見守るもの。え、よっちやろ。よっちなんか長なってない。時の番人、あんたは一体何者なんだ。私は何者でもありません。ただ時の流れを見守るだけの存在。その後ろのがなんか時計みたいな、そういう感じなんかな。観覧車みたい。時の番人よ、この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。私たちには蘇らせてほしいかけがえのない人がいます。どうか知っていることを教えてください後ろ姿そんな感じなんやな。ああ、あれは時のオーブ。へえ、この先にある祭壇には時のオーブと呼ばれる宝玉が祀られています。その時のオーブの力を使えばあなたたちの願いも叶うでしょう。ですがあなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がありますか。いや、それなんよな、それなんよな。なんか実際やっぱそういうのって禁忌やと思うよね。やけど、まあ、あくまでもこれはね、過ぎ去れす、もういいとこで噛んだ、過ぎ去りし時を求めてっていうね、そういうことやから、ちゃんと求めていって向き合っていこうかな、と思います、ちゃんと。覚悟だと？どういうことだ？時のオーブとは、失われた時の化身が、遥か古より紡ぎ続けた、ロトゼタシアの時の結晶。ロトゼタシアの時の結晶。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ、すべてが過去に巻き戻るのです。え、どこまで戻るんやろ？結局今までしてきたことがすべて無駄になったりするんかな？ウルノーガを倒したり。で、私たちが出会ったこととかもすべてなくなったりするんかな？仲間を蘇らせたければ、世界の時を断ち切らなければならない。失われた時を求める、あなたたちがしようとしているのは、世界にとって大きな選択なのです。まあね、ここの6人のためだけになんか世界中の人々のすべてのね、すべてを巻き込むことになるわけないけど。お姉様を復活させるには、この世界ごと時を巻き戻すことになる。6人じゃなくて7人いましたね。おいおい、私誰を数えそびれた？世界ごと過去に戻る。もしかすると、いや、しかし。もしその話が本当だとしたら、体重が落ちたあの日より前に戻り、ウルノーガの悪しき野望を食い止めることが、もう、え、そういう感じ？そこ、もしかしてそういうクエストに変わっていくんかな？あの、命の体重に登った時に、今の私たちはウルノーガが後ろにいたということを知っているから、それを倒すってことなんかな？気づいて先に食い止めるっていう感じなんかな。はあ。そうすればベロニカだけじゃない、あの日失われた、あ、まあ確かにな、
確かにな、失われたものが多すぎるもんな。おそらく今この時を紡いでいる一番新しい時のオーブを壊してしまえば、でもなんかさ、その結局命の大樹が血に落ちてしまってからもう大切なものって見つけたと思うねんな。シルビアちゃんの夜助けパレードにしろ、デルカダールと石の村のそのね人たちの手の取り合ってっていう絆、それも失われるんよね。いやー、とりあえず私は進むけど不本意ではないかもしれん。あなたたちが望む世界が闇に覆われる直前に戻ることもできるかもしれません。もしこの世界の運命を分けたあの日に戻り、ウルノーガをこの手で止められるなら、俺は喜んで過去に戻るぞ。まあ、確かにグレイグ将軍低下しとってこんなねひどいことになってしまったってことを考えると割と戻したいかもしれへんよね。残念ですがあなたたち全員が過去に行くこと、そうなん丸ごと戻るんじゃなくて、それをやり直してみんなそこに飛ぶって感じな。時のオーブを壊すには全てを断ち切ることのできる大いなる力が必要です。もう分担が全て背負わなあかんや。そのような力はおそらくこの世界で一つしかありません。それはあなたの持つ勇者の力です。あなたの名前は、そう、分担というのですね。分担、あなたが持つその勇者の剣をもってすれば時のオーブも砕くことができるはず。それができるのはあなただけ。そう、過去に戻ることができるのは分担あなただけなのです。それほんまに同じ世界線に変えてこれるんかな。ちょっと待てよ、過去に戻った分担はまたここに戻ってこられるんだろうな。一度過去に戻ればおそらく二度とこの世界には戻ってこられないでしょう。それに壊れた時のオーブが暴走すればねじ曲がった時の渦に飲み込まれてしまうかもしれない。分担が戻ってその間このカミュとかは結局どうなるんやろ。合流できるん、どういうことな。時の渦に飲まれてしまったら分担は永遠に時の狭間をさまようことになるでしょう。そんな、かけがえのない仲間と別れたった一人で過去に戻るあなた自身もどうなるかわからない。分担、それでもあなたには失われた時を求めて過去に戻る覚悟がありますか。この選択はあなたが決めるのです。覚悟ができたら時のオーブが待つ時の祭壇へ。みんなと話しよう。ちょっとなんか喋ってよみんな。でももう行くしかないよな。行くしかない。覚悟ができたわけじゃ、みんなは、ごめんなさい文太様、でもあなたを生かせるわけにはいきません。あ、ダメな、ダメな、もしここで生かせてしまってあなたの身に何かあったら私はきっとまた後悔することになる。だからお願い、行かないで。私はあなたまで失いたくないわ。なんかもう正直ね、こう行かんとみんなで帰るで、なんかいい気もせえへん。それでもなんか素敵な未来な気もするんやけど。ダメ？過酷な運命はいつもわしから様々なものを奪う。しかし今度ばかりは止めねばならん。分担、この一度だけ年寄りのわがままを聞いてくれ。お主までいなくなったらわしは。分担、悪いがお前を過去には行かせられない。くそ、なぜ俺は過去に行けないんだ、この手で。ああ。自分はどうなってもいいっていうその思い。ブンタンちゃん、私たちは魔王を倒して世界を救った、もう十分すぎるほど。そうなんやって、私もう嫌なの。これ以上大切な仲間を失うのはあなたまでいなくなってほしくないわ。いなくなったお姉様の分まで絶対にあなたを守ると私は髪を切った日そう誓ったのです。ブンタン様に何かあったらお姉様に叱られてしまいますわ。ですからどうか考え直してください。これは変えるの？あ、ご
前は過去に戻るっていうのか、いいえだろ。え、帰っていい。あ、いや僕行くよ、行くよ。どうなるか分かれへんけど、こういうね世界線があるっていう以上行って、僕がねちゃんと戦って、ちゃんとね頑張ってこれば、きっといい未来があるって信じて僕は行きますよ。負けたよ。お前はおっとりしてるようで、こういう時は頑固なんだよな。もう決めたんだろ。だったらもう何も言わねえ。俺はお前の決断を信じるぜ。お前の手でもう一度世界を救うんだ。頼んだぞ分担。いや絶対会おう。さあ行きなさい分担。私たちはみんなあなたの意思を尊重するわ。なんか、いやなんかすごい申し訳ないけど、申し訳ないけど、でも、あの、絶対、死なへんから、あの、帰ってくるから、帰っては来れへんのか。え？出会えるかな？もうなんか、もう分かれへん！ここの世界の分担はもう一生、あれな、もうこの6人はもう分担とは一生出会えへんのかな？なんかその辺、ちょ、割り切ろう。ちょっとさすがに、ちょっとこれなんか、あの、感情移入しすぎるとなんか辛いから、ちょっと割り切っていきます。覚悟を決めたのですね、分担。では、私の知り得る限りのことをあなたにお伝えしましょう。お願いします。時のオーブを壊したとき、あなたが過去へ持っていけるのはおそらく、あなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そして、時の祭壇の周りを回っている、悠久の金庫の中身のみ。これ金庫？悠久の金庫は、あなたと共に時を遡ることができる、世界で唯一の存在。あなたが時のオーブを壊したとき、あなたたちの持ち物と袋の中身は、この悠久の金庫の中に入り、これ多分メタな説明してるよね、多分。多分持っていけるよっていうアイテムは持っていけるからねっていう、そういうことね。オーブと共に今装備している勇者の剣は壊れてしまうかもしれませんが、まあ、魔王の剣があるしな。あなたはかつて勇者の剣だった魔王の剣を手に入れているはず。しばらくはそれを装備して戦うといいでしょう。さあ、私の知りうることあんま知らんねんな。過去へと旅立つ準備ができたら時のオーブの前へどうぞ。まあここに来る直前のセーブは一応あるんでね。これも入っていい。あれ入れへん。あれ、あ、いけた。後戻りはできません。それでも過去へ戻りますか。セーブしてから来たのってここぐらいやから、万が一なんかあったとしてもまあ大丈夫。はい、バイバイ現世。時の番人の名のもとに、あなたを過去へ導きます。分担よ、前へ。はい。分担！ちょっと、そんな悲しい音楽かけんといて。過去で会う俺はおそらく以前のようにお前とは敵対する身だろう。だがしかし、お前が望んでくれるのなら、俺は再びお前に命を預けるだろう。何度だって勇者を守る盾になる。もうグレイグったら堅苦しい挨拶なんて野暮よ。旅立ちの挨拶は気楽な方がいいの。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。分担なら大丈夫よ。きっとどんな困難にも打ち勝てるわ。でももしダメな時はもう一度私たちを頼ってね。さあ分担、あなたのおじい様にその顔をよく見せてあげて。分担よ、立派な顔つきになったの。なに、ちょっとの間お別れするだけじゃ。わしはお主を信じとるよ。今度こそみんなを救ってくれるとな。なんたってこのわしの自慢の孫じゃからの。ほうほうほう。いやこれ文太らが帰った後のこの世界自体はどうなる。逆に文太様、私はあなたを守る使命のため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険した日々は私にとってかけがえのない時間。私絶対に忘れません。だから文太様、だからまた私のこと探し出してくれます。絶対会おう。さあ時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。
これが過ぎ去りし時を求めてのサブタイトルのゆえんやったんやな。勇者の剣も砕けてしまった。俺たちはもう一度お前と旅をするからな。また会おうぜ。この世界ももう壊れるってことなんかな。少しずつこれ過去に戻っていってるんやね。結構戻ってない？どこまで戻るん？生まれた時まで戻る？もう心配いらんぞ。絶対に元気で帰ってきてね、豚。あ、そっから今また歩んでいっとるわけやね。勇者こそが邪悪なる魂を復活させるもの。勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。あ、わざわざまた捕まりに行ったんって思ったけどさ。そうせな神とは出会えへんもんな。大事なきっかけやもんな。俺の名前は神、覚えておいてくれよな。そっか、あの要は記憶を受け継いだまま過去に帰れたのがブンタンってことで、後のみんなは単純にほんまに過去の人間になってしまうってことか。じゃあブンタンがいなくなった、ブンタンがいなくなった世界の人たちはおらへんって考えたらちょっと心がスッとするな。いや、わからんないけどな、その辺は。何が正しいんか。逃がすものか、災いを呼ぶ悪魔の米。私たちは勇者を守る宿命を背負って生まれた聖地ラムナの一族。これからは命に代えてもあなたをお守りします。ちゃんと出会ってるよ、ちゃんとみんなと。みんなお待たせ、シルビア号のお迎えよ。よく戻ってきたな、我が孫よ。よくぞ、よくぞ生きていてくれた。ちゃんとここは、間違えずに、出会ってるやな。今度は話せない？ウルノーガを倒すため、6つのオーブを手に入れ、命の大樹への道を開くのじゃ。いや、でも、ブンタン、大変やな。0歳児からまたやり直したわけやろ。どうか、ウルノーガなるものを打ち果たし、もう、せめて、あの、命の大樹を登る直前だけでよかったんじゃないかなって言うたらあかん。ここやで、ここ。あ、ここ、あ、ここに落ちてきた。これは、壊れた勇者の剣？今、勝手に動いてます。あ、記録します。じゃこの8番があの大事な直前のセーブね。ってことで9に記録をして、はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。